そう、夜遅くて朝が早いということで、なので家ではないです。そして一人です。はい、理解しました。 I know、 そうでね、なんかわかんない、なんかもう時間そう変わりすぎてお腹空いてないのにいっぱい買っちゃいました、食べ物。じゃーん。でもショールームしてもなんか喋ることそんな今日ないかもって思って、焦んないで大丈夫よ。だってじゃん、見てください、お芋、お芋のなんかスイートポテトのなんかギュッてしたやつ買いました。うん、これが多分紫芋で、これが芋です。匂いに違いは分かりません。うん、分かんない、どっちから食べたらいいと思います。じゃあこっちが1でこっちが2、こっちが1でこっちが2です。こっちが1でこっちが2。まあ知らねえよって、どっちでもいいよって、早く食えってね。まあ食わなくてもいい、喋れって思ってるかもしれないですけれども、はい、ぜひ教えてください。どうですか？じゃ締め切ります。5、4、3、2、1、ドゥドゥン、お1と出た、1が 57%。 じゃあこっちから食べたいと思います。いただきまーす。わ、なんか濡れてる。うまし。これはなんて言うんだろう、マジ芋をギュッてした食べ物。うん、うまし。じゃあ次こっち食べてみます。白芋、うん、うん、重い、濃厚、え、おいしい、こっちの方が好きかもって思ったけど、まだ分かんない。二口しか食べてないから。うん、なんで二つ買ったの。だってなんかショールームで何話そうって考えた時になんかネタなさそうって思って、今日買って食レポしてるところを見てもらおうって思った。うん、うん、コンビニに売ってんの。だって、いや違う、百貨店みたいなところで買いました。うん、美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。あー、うん、食べたい人、食べたい人、はい。だってしょうがないな、しょうがないな。
オイスイートポテト、オイスイートポテト、食べ物で遊ばないのよ。だって違う違う、遊んでない、ごめんなさい、遊んでたと 思われてたら。今日は稽古でした、舞台の、うん、白井ちゃん元 SKE の喋りました。パンダですよねって話しかけて、はいって、うんって、お久しぶりですってなって、そう、前に755で喋ったことありますよねって言ったら、ありますって、覚えててくれました。嬉しい。うん、パンダとは、パンダが好きなんです、うん、うん、この前までせいちゃんと舞台してた。あ、ね、見た見た。見た見たっていうか、SNS を見た見た。みけねこにゃんにゃん、みけねこにゃんにゃん、最近この歌にハマってるんです。みけねこにゃんにゃん、みけねこにゃんにゃん、なんか今日人で多いね。だってお嬉しい、私の力作星ね。てかエリナさん、はじめまして、どんな方なのかな。だって私のこと知ろうとするのは初心者がすることらしいです。未だに分かりません、それがお便りです。だってらしいです。うん、つかみどころがない人だって。この人で生きてないよね。生きてます。48見たら興味は湧くかも。あ、そう、48今週刊プレイボーイさんで
あの田辺さんというね漫画家さんが AKB48 のグループの漫画を描いてくれてて、48の漫画で、今週私の回でめっちゃ面白く描いてくれて、面白いのでぜひ見てください。うん、たまに無理してるなって感じるなって、多分そういう時の方が多分普通なんですよね、私。それが私なんです。真面目な普通の女の子かと思った。そうですよ、普通の女の子ですよ。さっきコンビニ行ったらこれ売ってました。すごい、顔のむくみ感を軽減って本当かなって思って買ってみた。これなんかツイッターで見た。最近売り始めてる。あ、今日発売なんだ。やば、発売日に変えた。なんで皆さんもぜひね、なんかツイッターで見て、えって、あ、売ってたと思って買いました。これメロン味が好きなんです。あとこれお茶好きなんですね、私は。お茶が好きです。うん、あとおにぎりとか買った。さっき食べるかなって思って買った。食べるかなと思ったから100円のおにぎりにしました。食べるかなと思って。あとパン、明日の朝ごはん。え、おにぎりって冷やしといた方がいいのかな。パンは、おにぎりって冷やした方がいいですか。食べますけど、冷やすと固くなる。だってどっちの方がいいんだろう、置いとくのと。どっちも常温でいい。おにぎり冷やすと固くなる。え、でも腐るのがあれ。おにぎりは20度以下、高温じゃなければ。だって熱くないところに置かなければ平気。分かった。昨日整骨院行った時に、やってもらった方にアイシングをした方がいいって言われて、これでさっきのスイートポテトについてたやつでアイシングします。先日 AKB 劇場の場所が分かったばっかりで、見たことない。だって、え、ぜひ。私はね、でもしばらく出ないんですけど、ぜひぜひいつでも応募して当たったら見に来てください。アイシャドウ変えたって言ってたけど、どこのブランド？あれ、&B です。新しく買ってみた。なんか人気だから。&B、 これあっ、15分経った。早っ。みんなと話してると15分早い。
可愛い色だね。だってね、ちょっとスモークピンク的な。うん、同じの欲しいだって。ぜひ。私はリップモンスターをね、薬局とかに行くたびにね、ケイトっていうあのコスメのところのリップモンスターってリップが欲しくて、いっぱい見るけど全然売ってなくて悲しい。てか私今日稽古全然汗かいてなくてさ、本当に秒で終わって、めっちゃ夕方まで稽古する予定だったけど秒で終わってしまい、普通に外歩いてる時の方が疲れたし汗かきました。どうですか。うまいですか。そう、ウルトラマンの稽古今日は。新しいサイン考えました。これにしたいサイン。変えたいんですよマジで。うん、絵日記書きましょう。だってやだ、ここで書いてもだって展示されない。そしたら展示されるようにお願いしてやりたい。でもね、プロフ見た。出身か神奈川、同じ。そう、神奈川県出身です。私は「サイン変えるの運営の許可いるんだ」だって。いらないです、全然全然いらない。ジャスミン茶実は大阪生まれ。え、私全然。神奈川県生まれ、神奈川県育ち。うん、純粋に神奈川県女です。うん、神奈川の花火大会行ったことありますよ。うん、皆さん今日仕事ですか。みんな仕事ですか。休みです。お仕事です。お仕事なんだ。何の仕事してるんですか。
いつも休み。仕事しながら見てる。学校行って帰ってきた。仕事サボって見てます。テレワーク中。専業主婦、パイロット、嘘、ロックミュージシャン、秘密のお仕事、車屋さん、ショールーム見る仕事、紐、戦ってます、配達員、ニートです、印刷会社、すごいニートです。ニートの方3人ぐらいいる。いいね。魚屋さんいいな。素晴らしい。みんな頑張ってますね。みんな頑張ってて偉い。あ、皆さん、モズフォレストレーベルさんのコラボ T シャツとパーカー昨日で発売受注終わりました。皆さん注文してくださりましたかね。ありがとうございます。してくれた体で今喋ってますが、うん、おトロークの楽しみ、あ嬉しい、結構買ってくれてるっぽいコメントが多い、ありがとうございます。イエイ。好きな人が優しかったトゥース。したつもりでしてなくて昨日焦って注文した。よかった、ギリギリセーフ。アプリコットにしたよ。お、いいね。嬉しい出来事が増えました。今すっぴんだって。すっぴん、口だけ塗ってます。今服見せて。舞台の初日まであと3週間ですかね。やばいって思った。ネオキッズの時も3週間あと3週間って時にコロナ明けで復帰して結構ギリギリだったから、今回の舞台もえってあれって時間なくないって思って、うん、汗汗しかも今日だって本当はさ夕方ぐらいまでの予定だったのに30分で終わったし、えってじゃあもう後からどんどん大変になってくるやんと思って、めっちゃ汗汗、うん、稽古きついって、稽古きついとかじゃない、もうまだ全然してないからね、うん、ね、セリフさ覚えられないんですよ全然。どうやって覚えんだっけって思って、セリフって何か言葉がむずくて、何かウルトラマンの世界で結構何か変わった人柄なんですよカミーラって。
だからめっちゃ言葉が難しくて、しかもそのウルトラマンの世界の用語とかがあるから本当覚えられなくて、そう、なので頑張ります、でも毎回なんで覚えられてんだろうと思う、舞台とかセリフ後から考えると、なんで舞台のセリフこんな覚えられてたんだろう私みたいな、めっちゃ思います。口調の癖強そうだ、めっちゃ強いです。なんかカミーラは人のこと貴様とかお前とか名前で呼んだりするんだけど、もうそれがいっぱいありすぎて貴様って呼ぶ時もあるし、お前って呼ぶ時もあるし、あなたって呼ぶ時もあるし、その名前で呼ぶ時もあるし、もうそのもうそれが使い分けがもう覚えられない。口調怖いね、だって口調はちょっと強めです。貴様って呼ばれたいです、だって貴様、立ち姿もかっこいいよね、カミーラ様。あ、そうなの？私もかっこよく立てるように頑張ります。クリスマスがどんどん近いですね。クリスマスもうすぐ。今日は何日かわかんないけど、多分今日今8月だから9、10、11、12、あと4ヶ月。やばい。今日23日なんだ。じゃあ誕生日から4ヶ月経ったってことと、クリスマスまで4ヶ月。え、やばい。誕生日とクリスマスの今センターってことですか。え、やばい。じゃあ2日後はお祭りですね。マジで。嬉しい。今日私誕生日です。おめでとう。今何歳だって。25歳。今日なんか共演した女の子の方がいて、なんか昨日一昨日ぐらいの稽古の時にカミーラをやってくださって、私は休んで稽古でやってくださった女の子がいて、なんか明日いますかってその女の子に聞いたら、明日は学校でテストがあるのでみたいな感じで、えって何歳なんですかって聞いたら19歳ですって言われて、えってなって、学校頑張ってくださいみたいな、
何歳ですかって聞かれたんですよ私でね、何歳に見えますかとかって言って、めっちゃだるいだるい女にそう、めっちゃだるい女になりました。何歳に見えますかってそう、めっちゃだるいよねそれ。申し訳ないと思った。なんかそうだりーって申し訳ない。そうで、22歳ぐらいですかねって言われたら、25歳ですって言ってお疲れ様でしたって言って帰ったんですけど、ちょっとはい、名誉挽回するために明日も会いたいです、その19歳の女の子に。うん、そう、25歳です、お疲れ様でしたって自分で終わらせた話を、うん、でもさ、皆さんもさ、握手会とかお話し会とかでさ、何歳って聞いたら何歳に見えるって言ってくる人とかいましたよね。え、だから皆さんの真似をしました。その思いを19歳の子にさせたんですよ。だってそうなんですよ、そうなの。だから明日もあって名誉挽回します。そういう時はちょっと若く言うの。だってわかんない、私どんな感じで言ってたかな、なんだろう、どんな感じで言ってたっけな。でも結構当たるんですよ年齢。うん、正直に言うの。だって、え、逆に なんか嘘つく嘘とかないじゃん。だってそれでだって明らか30歳ぐらいかなって人にさ、22歳とかって言わないじゃんね。逆に本当に分かんない時とかはめっちゃ上とかめっちゃ下とかで言うかも。分かんないけど、分かんない、その時になってみなきゃ分かんないな、その人次第。うん、82とか、今度お話し会で聞いてみるね。だって分かった、
次で絶対にこんな柄に持っていこうとする人いそうだって。お話し会？でもお話し会私もう次9月だから、もうみんな多分その時にはこの話題忘れてると思う。でもさ、悲しい時ある。なんか本当に正直に言ってさ、って28とかって言ったらさ、ってあ、よく言われるんだよねみたいな、よくね老けてるって言われるんだよねみたいなさ、言ってくるとさ、めっちゃさ、ごめんねってなります。でも年齢はあれですよ、生まれた年なだけだ。生まれてから何年経ったってだけ。年齢よりも精神年齢が大事だね。ね、そう思いませんか。年齢は関係ない。そう思いませんか。ねえ。そう、魂が大事。その数字より、何年生きたとか、そんなことより、ねえ、魂の方が大事。そう思いませんか。けましょう、祝福が欲しいのなら、なんだらクッションやのいらきましょう。そして輝くウルトラソウル、はい、ああウルトラマンだけに、そう、有名じゃない、あれもこれも、その手でドアを開けましょう。祝福が欲しいのなら、そして輝くウルトラソウ。お題にカメラ目線して、小指人形持ってないんです、ごめんなさい。
が欲しいのなら、なるなるな。そして輝くウルトラソウ。花火追加した、だってした、しました。スイカ割りはしてないけど、スイカは食べたの。花火もしました、うん。あとやり残したことない？だって、あるあるある。花火大会に行きたかった。花火大会に行く、行きたい。あとプールに行きたかった。あと何かな、うん、花火大会に行きたかった、プールに行きたかった、うん、それぐらいかな。でもあとはトウモロコシがいいよね。だって、いや全く頭によぎらなかったけど、まだこれからも行けるでしょ。だって、いや行けるかもしんないけど、でも時間ないですね。行けるかもっていうか、もう夏終わるまで舞台なので、うん、プール行かないでほしい。だってプール行きたいよ、ね、ナイトプールは絶対行きたくない。普通に昼間のプール、なんか子供とかいっぱいいるところがいいですね。明るい、うん、私プールにゴーグル持って行きたいんですよ。だからゴーグルで潜れるプールがいい。宝探しとかしたい。あと流れるプール、うん、とかかな、うん。でひななとプール行った時、私ゴーグル持ってったもん。でもみんな、周りの人たち全く持ってなかったね、ゴーグルとか。私ここに挟んでたけどさ、なんか途中からあれみたいな、あれあって、あれそういえばゴーグルってみんな使わないんだみたいな、今の人ゴーグル使わないんだと思って、うん。でわざわざ買ったんですよ、土入りのゴーグル。マジお母さんと一緒に買いに行って、あのスポーツ用品店で土入りのゴーグルちゃんと買ったんですよ私そうなのに、あれってあれプールってゴーグルとかみんな使わないんだって思って、そう、ってびっくりしたその時。
お代理キャップかぶって泳いでそう。キャップも一応持ってきました。小学生の時使ってた。ここにお代理なって書いてある。だってガチやんってきた。だそういう感じかと思ってた私。でもさすがにもう雰囲気察した。あ、帽子はいらないなって。ね、プール行きたかったわ。いや普通に泳ぎたい。プールでなんか写真とかいいから普通に濡れて顔もついて泳ぎたい、うん、ってことはもうああいうプールとかしかないのか。なんかおばあさまたちがよく泳いでるプール。ジムおすすめだって。それガチで泳がなきゃいけないじゃん。普通になんか自分らしく自分泳ぎで楽しみたい、うん、海やなって。海しかないの？ジムはみんな好きなようにやってますよ。あ、そうなんだ。ジムは結構自由だよ。え、みんな詳しいね。泳げないけど、まあなんか自由に泳ぎたい。わかる？自由になりたい、水の中で。マーメイド小田やばい、うん、私何分に始めたっけ配信。もうそろそろ1時間。早いね。13分で、13分ぐらいにやめますね。この配信が終わったらちょっと寝て
セリフを覚えて練習します。やめんのかいだってやめる。寝るんかいだって寝る。だって今日は夜がねもうレッスンなので、明日もね朝からめっちゃ早いので、そう夜の睡眠時間が多分あんまないから今寝とかないと。寝だめはできないなって、え、私はできるんです、私はできます。おにぎり夜食べるのだって、そうしようかな、うん、何のおにぎり、鮭だったかな、鮭。紅鮭です。好きすぎてウルトラの母みたいになってる、やったシュワッチ、トゥ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 、みんなウルトラマン知ってます？男性の方はウルトラマンとか好きかな、好き、知ってる、もちろんだって舞台も見に行く、見たことない、若い人はあんまりね、そうかも、世代じゃないかもね、好きだって、知ってる知ってるよ、昔のしか知らない、見たことない、あえ好きだった、知りません、あんま知らない、最近のは分かんないって、ね、新ウルトラマン見たい、コスモス世代、ウルトラマンコスモス聞いたことある、私なんだろう世代、ウルトラマン、ウルトラマンダイナ、ウルトラマン、ウルトラマンメビウス、聞いたことある、あ、ウルトラセブン聞いたことあります、セブンセブンかな。合ってる。あ、やった。怪獣の名前なんか知ってる？バルタン星人、バルタン星人、あとゼットン、
ゼットンはなんかお母さんに私のウルトラマンについてのエピソードなんかあるって言ったら、ちっちゃい時になんかいっぱい友達とかとみたいな、なんかウルトラマンのなんかフィギュアがもらう、フィギュアっていうかあの遊ぶやつがもらえるみたいになって、じゃんけんで勝ってった人から選べたけど、エリは最後になっちゃって、その余ってたゼットンゼットンもらってすごい微妙な顔してたって。そんな話記者会見でできないよってそうって言って、そう、ゼットン A やんだって。お、ゼットン好きなの？ゼットンめっちゃ強いはず。あ、そうなんだ。ゼットンラスボス。そうなんだ。ゼットンにウルトラマンは負けた。そうなんだ。強いやん。でもゼットン見たらさ、結構美女がね、やっぱ美女がね、女の子向けではなかったから、うん、ゼットンは人間の兵器で倒された。結局人間の力、うん、あ、12分だ。じゃあそろそろ皆さん、じゃ私の暇な時間にお付き合いいただきありがとうございました。ではおランキングを読んでいきたいと思います。いきます。急ですが、いきます。ランキングいきます。13位、フェアリー。12位、日野と。10位、中堅。11位、中堅。10位、筋肉愛好家。9位、ムラッペ。8位、直樹。7位、ワエセナさん。あと、エリ魂は今何歳、何歳ですかね。6位、コウコウ。5位、セイカ。4位、ミホ。3位、ミヤちゃん。2位、マッカーシアとオダシ。そして1位は、ナオナオ。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。じゃあ、はい。じゃあ、皆さんも今日、良い一日をお過ごしください。では、バイバーイ。